それこそなんかこう緊張してたとか、うん、なんかいろんな期待もプレッシャーもあったとは思うんですけど、それをこうこっち側陸くんとよくそういう話を2人ですることがあるんですけど、手ぐらいこっち側に緊張も伝わってこなくてトンと構えてくださってて、で現場ではカノンとシオンを演じ分けられて、そこにあの翔太を演じながら僕が気持ちを持っていかれるぐらいあのコウキちゃんのお芝居にのめり込んで一緒にシーンを作れたので、なんかそれぐらい魅力的なお芝居もですし、この人柄もコウキちゃんの、うんね、気持ちを持っていかれるっていうのは、うん、つまり好きになるっていうことですか？違う、語弊がありますね。翔太を演じている中で、はい、やっぱこうシオンへの対する気持ちとかをすごく僕は大切にしながら演じたので、うん、それがこう自然にどん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 引き出してくれて、どん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 翔太として現れてたなっていうのを撮影しながら感じてました。つまり好きになったっていうことで、翔太としてですね。あ、なるほどなるほど。コウキちゃんどうでした？フミヤ君はどうでした？そんなに否定しようって。いやいやいや、どっちもできないよね、フミヤ。どうしようと思って。いやいや、僕はすぐに好きになるタイプなんで。そうそう、もうすぐに感情移入しちゃうから。僕も一緒かなと思って。いや、同じタイプかなと思ったら違うんですね。いや、好きですよ、もちろん。好きですけど。どう？改めて言うと。今告白されたけど、どう？いやいや、だからその、両端を大人たちがそうやって言うと、すごいいろんな語弊がありますけど。まあ、仮面ライダーに告白されたけど、どう？おでもなんか、すごくフランクで、こうやって、ね。素敵な魅力が。ある方だなと思いながらは一緒に。コウキちゃんはどうでした？こうフミヤ君は。そのカノンを演じている時でも常にそのシオンに対する大切な思いというか強い思いがずっと演じている中でも感じられていたので、うん、いざそのシオンと翔太君ってなった時はその切り替えがとても本当にフミヤ君のおかげでしやすかったなと思いますね。どうです、それを受けて。いや、もうすごい嬉しいですね。お見合いみたいになってますね。いや、でも本当に僕もそれはそうで、はあはあ、でそれこそリフ君が演じるレンもそうで、はい、だからその3人でね、なんかそうやって引き出し合えたねっていう話を最近取材とかでしてるとすごくいい現場だったなと思います。なんかね、3人の感じがすごく映画にもよく表れてて、うん、ね、見ててね、一人なんかおじさんがそばにいるみたいな感じで僕はちょっと寂しかったんですけど、いや、すごい良かったです。なんか変な感じで、ありがとうございます。